こんにちは、城東区長の大東です。本日は寄付収受についてお話ししたいと思います。まず寄付収受とは何かということですが、大阪市に対する企業を含めた市民の皆様から行政運営や施設の利便等を図るために物品を無償で提供する旨の申し出をいただき、それを大阪市がお受けするという手続きです。ご寄付いただく額が10万円以上の場合には、市長から寄付者の方へ感謝状をお渡ししています。旧庁舎の時代から区民の皆様から様々な形で物品の寄付を受けております。例えば時計等やブロンズ像などをいただきました。ちなみにブロンズ像は旧庁舎から新庁舎の南側玄関前に移設しています。新庁舎になってからも1階2階の待合にある大型テレビや成人の日の集いに対するご寄付など様々な物品をお受けいたしております。とりわけ新型コロナ感染症対策に関連した物品の入手が困難となった際には、職員用のマスクや区民用の手指消毒用のアルコール消毒液を、また最近では区民の皆様が区役所利用で感染の不安を解消できるように、1階のカウンターやテーブル、椅子、トイレ、授乳室を抗菌処理いただきました。こうした寄付への感謝の気持ちを表すために適時に Facebook や Twitter に投稿しています。その他にも市長感謝状を受けられた方には、ご希望があれば区の広報誌であるふれあい城東に記事や写真を掲載するなどしているところです。こうした区民の皆様の志に感謝しますとともに、区役所としても区民サービスの一層の充実に努めてまいります。それでは次回も城東チャンネルのご視聴よろしくお願いいたします。